タレの家臣小嶋、何がことを荒立てたくなかったらそこでおとなしくしてろよ。もうこのまま戻ってくる気がないなら私にも考えがあるわよ。チャクラを持たないこの子なら感知されないはず。今確かにボルトの傷が治癒した。化学忍具とも違う。あの現象はカーマによるものだ。もう少し詳しく観察する必要がありそうだな。見つけた。孤児のやつはまだカワキを探しているのかしら。出たとこ勝負ね。ナルト、今いい？何人だ？1名。俺が直接対処する。余計な被害は出したくねえ。デルタ、バカめ、なりふり構わず動いたか。敵がここに来る。え？すぐにだ。おそらくカワキを狙ってるやつだ。時間がねえ、早く行け。デルタ、カワキ、こいつはカラか。デルタ、カラの幹部。あなたのことは知ってるわよ、渦巻ナルト。用があるのは後ろの子。得体の知れねえ部外者との接触を認めるわけにはいかねえな。殺すことにするわ。父ちゃん、下がってろ、ボルト。螺旋だ。吸収したんだろ、特別性の目でよ。目だけじゃねえ、まさか足も。そうよ、いろんなところが科学忍具なの。あたし、指一本でも触れてみろ。あなたの子供たちはとりあえず後回し。まずはカワキよ。カワキのことも含めて言ってんだぜ。その汚え手で触んなってな。理解に苦しむわね。何をそこまで頑張る必要があるわけ？なんでそこまでカワキにこだわる。このペテン野郎がその手には乗らないわよ。傷が治っていく。よかった。生きたまま八つ咲きにすることにしたわ。こっちも本気でやらせてもらうとするか。とんでもねえ戦いだ。とても入っていけねえ。
対再生能力用に開発された破壊光線だ。食らった部位は細胞が死滅し崩される。おっかねえ技だ。チャクラの消耗が相当大きい技みてえだな。でもいいの、一発当たれば十分なんだから。ボルト、二人を頼む。なんてことしてくれるのよ、カワキ。あんたは器、その体はあんたのものじゃない。何度言えばわかるの。器って言ったな。器とは何のことだ。関係ないのよ、あんたたちには。この後すぐ死ぬんだから。ねえわよ。言ったよな、子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよ。お前だけじゃねえ、必ず探し出して全員ぶっ潰す。いいぞ、もっと近づいてこい。死ね。大玉の洗顔、そんなもの楽に吸収できんのよ。マジかよ、何やってたよ父ちゃん。大玉の洗顔、あんたのかなこと出たけりゃ吸えないとでも思ったの。舐めてんじゃねえわよ。無駄だ、全部吸収されるぞ。いや、多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえ。なんて膨大な尺、こいつ限界ってもんがないわけ。それをパンチさせる気なんだ。なんてこと、目の機能がぶっ飛んじまってるわ。やった、うまくいったってばさ。クソ、誰が最初に吸収した俺の螺旋岩を。容量の限界だってあるはず。ドヤ顔で偉そうに公爵大臣超大玉な戦艦。
そりゃ連れ帰って尋問すんだよ。何？まだ生きてるのか、デルタは。奴らを甘く見るな。今すぐとどめを刺せ。カーキ。クソ、自爆しやがった。さすがだ、渦巻きになるととてつもない力だ、カーマ。その秘密を知ることが奴の弱点を知る唯一の鍵。渦巻きボルト、君が握って。具合はどうだ？細胞が死滅してしまった傷口は手当てし、俺用に開発していた試作品がいくつかあったの。それも無理なんですよ。うちの義手は全て本人のチャクラに反応して動くように作られておりまして。よし、俺用の試作品ちょっと持ってきてくれないか。え、どうなさるおつもりです？ああ、なんと7代目のチャクラを分け与えて強引に接続してしまうとは。これってよ、父ちゃん四六時中チャクラ練りっぱなしってことだよな。ずっと影分身してんのと変わんねえよ。大丈夫なのか？前にも言ったろ、チャクラってのはつなぐ力なんだってよ。こうして見るとかっけえな、腕がこんなのなんて。ちょっと羨ましいってばさ。なあ、そのチャクラってやつ。ああ、お前の中にもちゃんとあるってばよ。特に異常なしだ。ご苦労さん。おかえりだ。ただじゃ置かないわよ、渦巻きナルト。たくよう出るた、こっぴどくやられたみてえだな。お金は私がぶっ殺すわよ。